では今日は新しく出版しました、岐路に立つ哲学、近代の名門を超えてという題の書物がありまして、これは電子書籍、今のところ電子書籍だけなんですけど、 Kindle 版ですね、で、出版しています。またペーパーバックスでも出せるようなんですけれども、どうしても定価が高くなってしまうんで、印刷するから、だから、まあ、売れ行きが、まあ、よかったらまあ、検討しようかなということですね。で、まあ、当面は Kindle 版だけで出そうかと思っております。ちょっと画面の共有しまして、これがその原稿ですけどね、岐路に立つ哲学、これをまあアマゾンにあげたんですよ。アマゾンにあげたらちょっと時代とか変わりますけども、ね、でこう、まあ、こういう感じの表紙になってまして、岐路に立つ哲学、近代の名門を超えてという。で、まあ内容的にはまず序説があって、そして、第一項がマルクスの剰余価値説ですね、21世紀の価値理論ということで、これはまあマルクスの方法論に対する、方法論といいますか、労働者の、生身の労働者の労働だけが価値を生むというのを、まあ、方法論にして、資本と労働の搾取関係というものを、まあ、構造的に明らかにしているわけですが、そのまあ前提になっている生身の人間の労働だけが価値を生むというのが、まあ、21世紀になってですね、要するに省力化が進むことによって生産性が上がっていくと。ですから自動化された機械が主に価値を生んでいる時代においては、ちょっとまあ説得力がなくなっているわけですね。でこれからはまあ脱労働社会になっていくんで、脱労働社会の経済学の根本原理としてふさわしくないというか、説得力がまあなくなっていっていると。マルクスもまあ21世紀まで、資本主義が続いていくというふうにはまあ考えてなかったでもありますでしょうから、それでいけると思ったのかも分かりませんけど、まあ現代ではやはり、生身の人間の労働だけが価値を生んでいるという論理で説明するのはかなり、まあ、無理があるわけですね。でしかもそれが一つの固定観念になっていまして、資本家がその、離職だとか経営とかいろんなことによって、この価値を創造していくわけです。価値というか離職か、富を積み上げていくというか儲けていくわけですが、まあ、そんなも資産の働きだとか、そういうものに、まあ、乗り決心してですね、全部資本家がお金の力とか資産の力で、この価値が増殖しているのを、乗り移って人格的に、まあ、資本家が、増殖したみたいな、だから取り回しのもんやっていうふうな感じになっているわけですね。そういうことで生身の人間だけが価値を生むんだっていう考え方が常識になって、いてですね、これなかなか
まあ言ってみたら、その近代の、共同幻想の元になっているわけですね。生身の人間だったけがの労働や、まあ、稼ぎですね、資本家のあれも含めても、そういうのだけが価値を生むとか、価値を増殖するとかいうふうな考え方があってですね、だから人間だけが、生身の人間だけが所得を手に入れて、だから全部税金でも生身の人間からだけ集めて、生身の人間にこの配分するというような感じになりますんで、保険のことでもですね、全部その、所得が全然増えていないのに少子高齢化になったら、まあ、今までの2倍3倍と払わなければならなくなってしまっていると。所得は増えていないんですから、まあ、払うことができない、無理なんですけど、それでも、まあ、保険料がどんどん上がっていっているわけですね。まあ、それはそういうことをしなくても、実際は機械がどんどんその価値や富を増殖していっているわけですから、政府がですね、その増殖に、まあ、合う形で貨幣を増やしまして、それで補填していけば間に合うわけなんですよね。それできない。それはその生身の人間だけが価値や富を生むと、まあ、考えが固定観念になっているわけですね。それがその21世紀においてはですね、最大の名目になっているということですね。だから結局その、仕事がなくなった人たちにお金を回してですね、お金がなくなったわけですから、所得回してその消費を結局減らないようにしなければ経済が循環しなくなるわけですけど、お金、働いてない人にお金回したら余計働かなくなるということで、労働や稼ぎによって、世の中が成り立っていると思ってるから、生身の人間それをやったら、働かない人にお金回したら国が潰れてしまうと思ってるわけですね。みんな働かなくなって、まあ、そういうふうな全部その、労働価値施設を基礎にしたというか、生身の人間だけが富を生む、価値を生むと思っているわけなんですね。その考え方が、まあ、固定観念になって、共同幻想になって、で、まあ、時代閉塞というか経済停滞を生み出してしまっているというようなことが、まあ、マルクスの資本論を読み直しましてですね、その問題点ですね、それを踏まえて分かってくるということなんですよ。まあ、それか、その次に、まあ、パースの希望人間論、それから、3はですね、3どこ行った、西田哲学ですね。根本的に、物の真実に行くと、絶対無の境地に。まあ、一旦そこまで行かなければいけないっていうふうなね、発想の転換にとっては非常に必要なことかな。今回ニーチェの超人思想ですね。こういうのも、やっぱり、さらなる発展というの、閉塞状態に陥った場合にね、さらに発展に挑戦しようと思ったら、まあ、大変なことですよね。この、大停滞っていうのを乗り越えていこうと思ったら、人間がもう一回ですね、自己の限界に挑戦するようなつもりに戻らなければいけないんじゃないかということでね、ニーチェの思想を大いにですね、学ぶところがある。それから、まあ、
精神分析でフロイトやこの傾向が起こってました、まあ、無意識のところにまで戻ってですね、人間をもう一回その捉え直すということですね。なんか固定観念とかにとらわれてしまう、ね、それをどうしてかということですね、それが、でその次に、あれこの議定語ですよ。あで、ヤスパースの歴史の起源と目標、ね、これはまあ世界の歴史を2つの呼吸で捉え直したみたいなことで。で、まあ、枢軸時代という考え方があって、まあ、古代国家が、古代帝国が崩壊したときにですね、人間とは何かを根源的に、まあ、問い直した時期があったわけですね。で、まあ、それが21世紀になって、もう一回ですね、この世界が分裂から統合にこう向かうときにですね、もう一回一から人間とは何かを問い直さなければいけないんじゃないかということが、ヤスパースが冷戦、時代に考えたんですね。東西にこう出てしまった。それが一つに統合する場合に、戦争によって統合するのか、それともそうじゃなくて、なんとかこうできないのかということで。でも、まあ、とんでもない地獄を味わって、で初めて、人間は一つになれるかもしれないとか、ね、言ってるわけなんですけど、まあ、そういうことを通して、まあ、人間とは何かもう一回ですね、一原点に戻って考える時代、第二の枢軸時代が来るんじゃないかということで、それがまさに21世紀を予言しているとも取れないかなと。というような感じですね。それでその次にハイデガーの、存在者と、存在の区別ですね、我々はついその、表面的にですね、物の姿や形にとらわれて、その物の根底にある存在そのものに変える、物の姿や規定性とかいうものを脱ぎ捨てたところの存在そのものに変えることがなかなかできない、存在者ばっかり追いかけているけれども、やはり死の先駆的決意性によって、その時代に身を投じることによってですね、実存の光に照らされて、存在に輝くんじゃないかというような、まあ見方ですね、このハイデガーの、それはやっぱり今や、ね、いろんなものが、いろんな規定性とかいろんなものがですね、行き詰まっていてですね、それ今までの自分だとか今までの事物の、例えばか、まあペーパーなんかでもですね、パソコンが発達したらもう紙で印刷する必要なくなってきて、ペーパーというのをですね、まあ、字を書いて、そういうものと思ってたんが、もう服装の材料に、ね、紙で作った服だとか、あるいは建物、家の、ね、建材になったりしていますよね。だから今までの存在者としての規定っていうものを根底からですね、もう一回問い直して、存在一旦変えるというふうな、存在者と存在の区別みたいなのも、まあその参考になる、大いに参考になりますよね。そういうハイデガーの捉え方だ、そういうものをもう一回、学び直す必要があるということですね。それからヤスパース、ハイデガー、広松だったらもう、
結局物というのは実はことのその動作ことや自体が第一義的に存在していて、それを主観客観図式に当てはめることによって物として、了解しているだけやということで、物という了解というのは第一義的には存在は自体やことなんだけども、盗作物として盗作しているだけだと。だからそういうものが離れて、ことの連続として、まあ、事件の連続というかとして世界を捉え返すことによってですね、いろんなもののとらわれがなくなるじゃないかということですよね。非常にバスケルの大きい捉え方で、もちろんそのものとしても捉えなければいけないと思いますけど、まあ、広松さんはその要するにこと的世界観というのを打ち出したわけです、ね、まあ、そこからもでも学ぶことは大いにあると21世紀であってね、そういうことを言えますよね。それからその次に、アーチは広松さんが次はその歴史のフランシス・フクヤマですね。歴史の死後円論。フクヤマは歴史終焉論というのは冷戦終焉によって、まあ、資本主義が、まあ、共産主義に勝ったみたいに思いまして、で、まあ、リベラルデモクラシーと、資本主義というのはもう歴史の終局の形やと。だからもう歴史は終わったんだっていうふうなことを言い出したわけですね。ですからそこで、まあ、あとはそのそれをこうどのようにこう神秘を与えながらですね、この継承していくかというわけで、それは日本文化がずっと同じものを継承していた、まあ、スノビズムっていうんですけど、それを参考に考えたんですね。まあそういうことで、その普遍的な形っていうかそういうものを想定してそれをどう継続していくかっていう、問題の立て方ですね。まあそれも、参考になりますし、しかし、彼が、まあ、予言した歴史の終焉っていうのは、まあ、すぐその次の、まあ、ハンチントンがですね、階級闘争、マルクス主義的な階級士官は当てはまらなくなったかもしれない。民族間闘争とか文明間闘争というのは、それも蓋が取れたみたいに、東大冷戦によって、恐らく蓋が取れたみたいに吹き出てきていると。で、そういう文明間闘争の時代になってきてるじゃないかと。いうようなことを、言うわけですね。ハンチントン、文明の証拠ですね。で、これ、それは11項なんですけど、10項のところにロバート・ライシュの The Bark of Nation。これは、20世紀になって第一次大戦後ですね、いろいろ恐慌とかが起こったんで、なんとか国家がその資本主義を持つように修正資本主義になっていったわけですね。で、富の再配分なんかやりまして、まあ、そのおかげでですね、豊かな中間階級ができていって、それが大いにこの消費力があったものですから経済が成長したわけですね。で、まあ、アメリカなんか戦後アメリカっていうのは非常に豊かな社会と言われました。で、しかしながらグローバル化していくと、どうしてもですね、経済格差というのは、どうしてもその富が自由にですね、富の資本が自由に流れるようにしなければいけない。で、流れちゃうとですね、法人税の安い国に資本、企業が本社を移してしまうと、
資本家もですね、累進課税の緩い国に移っていくので、法人での引き下げとか累進課税の緩和とかいうのが、まあ、全体にこうなってしまったんで、そのおかげでまた格差が拡大していて、その第一次大戦以前の、まあ、格差社会に戻ってしまったんですよね。それをどうしたら解決するのか、その国家がどういうことをしたらいいのかっていうのを、まあ、問い直してる、まあ、そういうことで、やはりそれは、まあ、はっきり言って、各国がですね、協力、政府同士協力し合って、累進課税の税率とか、あるいは法人税の税率を協定して決めないと、抜け駆けしたら結局そこの国にみんな資本とか逃げますから、そうならないように国際協定でやらなければいけないんですけど、その資本家の力が強いもんですから、みんな買収されてしまっていて、なかなかできないんで、いまだにできてないんですね。それでこんな停滞が起こっているわけなんですよ。つまり格差が拡大しちゃうと、高額所得者というのはそれほど消費力がないんですよね。第三の割に使う、1年間に使う、もう人の100倍財産持つ、100倍使うかはそんなことないから、消費が不活発になりますよね。だから停滞するわけなんですよ。で、それで貧しい人が増えてしまういるわけですね。それを何とかしなければいけないということなんで、まあその問題は大問題なんで、それをやらなければいけないんですけど、21世紀の課題ですね。それは一つが、まあ、ロバート・ライシュル、これは資本主義論の、まあ、言ったら走りですよね。現21世紀資本主義論の走りみたい。でその次にですね、ハンチントンで文明間いろんな複数の文明があって、複数の文明と単数の文明というのは、欧米先進国を文明国としたら、西欧化する、欧米化するということが文明化というふうに捉えられて、で、欧米以外の国はですね、文明化しようとして、欧米化しようとするんですね。ところがだんだんその追いついていくとですね、豊かになっていきますと、どうしてもそのアイデンティティに回帰しようとするわけなんですね。それでまたその複数の結局欧米化して単一化していったかなと思ったら、結局ある程度豊かになったら、アイデンティティを求めるから、元に儒教に戻ったり仏教に戻ったりイスラムに戻ったりするわけです、ね、でまた文明間闘争、文明間の対立っていうのは表面に出ていくというふうなことを、まあ、言ってますね。で結局、まあ、どうなっていくかというと、まあ、いくつかの文明圏に分かれる、今は9つに分かれてるけれども、ある程度整理されて、まあ、3つ4つにこう分かれていくというふうな感じですね。その文明圏の内部では結局、そのリーダー国っていうのがあってですね、その命令に、まあ、みんなこう従わなければその文明圏になる。でその文明圏から抜け出そうとしたりすると、その、制裁されてしまうわけですね。それからその、まあ、逆に言えば、よその文明圏から引き抜いてこようとしたら、この境界線で戦争が頻発すると。で
それをその文明圏のトップの国が強引にやって、トップの国同士の対立になってなったら世界戦争になって人類が滅びるから、その直接ですね、大国がその介入しないようにしてですね、大国間対立にならないようにしなければいいとか、そんなこと言ってるんです。で、その例としてですね、日本の例を挙げて、日本はこの本が出た時は1990年代だったけど、その時は アメリカの、じゃあ、日本はですね、独自の日本文化やったわけですけれども、日本文明だんだん中国の力が強くなっていくから中華文明に飲み込まれてしまうやろうとハンチントンは予測してまして、2010年代にですね、中国とベトナムが紛争になった時に、アメリカはベトナム側についてベトナムを守ろうとすると、で、大日米軍基地を使って中国を攻めようとすると、日本は中国のもう勢力圏内に入ってしまっているので、大日米軍基地の使用を禁止すると。で、日本とアメリカが戦争になると。いうふうなことを書いてるんですね。これもびっくりしますけど、でそれを教科書にしてプーチンはこの戦争を始めてるわけですね。要するにそういうことをやったらあかんというハンチントンの教科書なんです。つまりアメリカがいつまでたっても日本を日本やベトナムに直接介入して、行こうとしたらどうしてもその中国との要するにトップ国同士の戦争になってしまうよ、その人人類滅んでしまうから、もうそのベトナムとか日本は儒教文化圏というか中国文化圏に入ってしまってるんだから、そこまで介入すなっていうことを言ってるわけですね、ハンチントン。まあ、それを見本にしてプーチンはウクライナはもうはっきりロシアの、文化圏やから、それが勝手に、EU とか NATO に入っていくというようなことはそんな認めんでもいいんだ、それを認めてどんどんこの西側に取られていったロシアは勢力権を失ってしまう。それではダメなんで、強引にその守ればですね、そのロシアに対して戦争は仕掛けられないはずだと、アメリカと NATO がね、そういうふうにこのハンチントンの理論から言ってるんですよ。そこはすごいですよね、ハンチントンね、未来を予測しているわけなんです。ただまあハンチントンすごいけども予測当たってない面もありますよね。日本が中国の勢力圏に入ってないですからね、まだだから当たってないこともあるんですから、だからロシアのこともまあ、当たらないでしょうけどもね、まあそういうことでね、まあハンチントンでも結局その民族間闘争、文明間闘争の時代がいつまでも続くみたいな、要するに20世紀、まあ、近代のナショナルステートというんですか、近代国家、民族国家の近代的な、まあ、パラダイムというんですか、そういう枠内で語っているわけですね。だからやはりこれからはやっぱり近代を超えていかなければいけない。やっぱり国民国家の国民であると同時に世界市民の自覚を持って、やはり安全保障とかそういう平和の問題に関しては、各国が核兵器持って対峙してたらこれも世界戦争になってしまうんだから、そういうのが核兵器禁止条約とかね、でも2、3回して
そういう声をやっぱり世界的に上げて、世界市民をの立場っていうのを優先してですね、やっていかなければいけない。やっぱり近代のを乗り越えていかなければいけないんですよね。そういうことを、まあ、考える際にもハンチントンの議論は叩き台になるということですね。から最後はそのマルクス・ガブリエルの存在しない世界って、これも面白い発想ですよね。まあこれについて、まあ、解説してたらすごい時間かかるんで、まあ、そういうことでね、あのそういう本をこう出してまして、いろいろこうかなりあの膨大なページになってますね。これはあの下書きやから345ページで終わってますから450ページぐらいになってると思いますね。それで、これをですね、あれで、新しい教員で、これで、これは、ウェブマガジンプロメテウスというウェブ雑誌に、その本の紹介を出してるんですよ。そこで今、紹介文書いてるんで、それをちょっと読み上げるような形で、こういう表紙ですね。やっていこうかなと。Amazon のサイトには、この、ここから、クリックしたら Amazon に行きますから。時代は今どういう方向に向かって向かうのか誰にも確かなことは分かりません。しかし人類は今未曾有の岐路に立っているのではないか。その不安は誰もが共有しているのではないでしょうか。その岐路に立って進むべき道を指し示すのが哲学ではないかと言われ、岐路に立つ哲学にしましたということですね。今時代が大きな、まあ、岐路に立っていると、まあ、時代閉塞でもあるわけですね。長期の停滞、していてですね、なんとかその成長の活路を見出さなければいけない。なんせ第3次第4次産業革命という飛躍の要素があるんですが、まあ、経済は停滞したままである。これなぜかということでね、その大きな原因が累積債務でしょ。それで積極的な財政政策を取れないわけで、不景気を、乗り越えられないわけですね。そういうことで、確かに21世紀がどういう時代になるか、すでに22年ですね。だからもうある程度21世紀はどんな時代か分かってるわけなんですけど、それまだ共通認識になってないんですよね。で特にその冷戦終焉した時、1985年から91年にかけても、もうその頃で近代が終わったというふうな意見が、まあ、かなり出てきたんですけれども、その後、先ほども言いましたね、文明の衝突が起こって、グローバル化がすぐに行き詰まってしまったんですね。グローバル化っていうのが一番その近代を超える、近代の民族国家の枠組みを超えていくわけ。まあ一番それのシンボリックなものやったんですけど。で行き詰まって勝手なこと言い出した。各国がね、アメリカファーストに象徴されるように、各国がまあ民族の利権っていうのを優先しだした。それでは、あれでしょ、環境問題でも力を合わせてやっていくことができないわけで、環境問題も停滞してますよね。だから、そういう民族主義的な傾向はですね、結局、ロシアのウクライナ侵攻に現れて、まあ、本格的な戦争まで勃発したということですね。で、先ほども言いましたけど、それは、ハンチントンの文明の衝突を手本にしていくということですね。で、そのことを言ったから、
飛ばしまして、そのハンチントンの考え方はやはりまだその近代の民族国家、国民国家の枠組みで言ってるということで、そこにとらわれすぎるとですね、結局核を持たなければいけないということになりますし、最後には、まあ、人類の消滅になってしまう。まあ、私は戦後生まれですから、その戦後復興、高度経済成長、オイルショック、リストラ、科学技術大国化、円高バブルとその崩壊、ということでね、この辺までこう日本は絶頂になっていくんですが、で崩壊しちゃうとですね、平成30年の停滞というわけで、もう韓国にも一人当たりの国民所得で抜かれてしまいましたしね、令和の凋落というのを今体験しているわけですね。後進国化ってよく言われますよ、最近ね。途上国化とかね、そういう恐れもあると。これをね、逆に取る人もいるんですね。いや、そうじゃないんだと。これがいいんだというか、要するに成長しない方がいいんだ。今成長している国も、途上国もですね、追いついたら成長止まる。で成長止まる、定常化っていうのが、一番環境ともに付き合えるいい状態なんだっていうこと。日本が見本みたいなことを言う人がいますけど、それはね、中身見てないんですよ、ちゃんと。なぜ日本がそのダメになって停滞してるのか。教育の荒廃とか、ちゃんと見てないわけですね。だから、その原因があるわけ。その原因をやっぱり問題にしていかないといけないわけですね。その間、政権を担った自公に対して責任を問う声は極めて貧弱ですと。まあ、経済停滞してね。貧しい、正規雇用から非正規雇用になって、生活不安定になってる人いっぱいいるんですよね。それは要するに政権になってきた自公の責任やという形で責任を問う声が出てきても当然なんだけども、なかなか出てこない。野党の方もですね、よく考えると立憲民主党も一時ですけど民主党時代があったわけですね。民主党政権の時代が、その時にやっぱり緊縮財政派やったわけなんです。だからあまりこう攻撃しにくいわけですね。だからその原因は膨大な累積債務があったからです、ね、だから財政有効な景気浮揚策は取れなかったわけ。つまり財政赤字を増やすようなことはできないから、だから民間活力に頼るとか小泉さん言ってましたよね。で民営化するんだと、それでなんとかなるやろうと思ったわけなんで、そうはいかないね。なかなか停滞したままなんで、その時にでも若者とかはですね、緊縮積極財政を取ってどんどんそのやっていけっていうのに賛成じゃない。そのことしたら累積債務が、政府の借金がどんどん増えて、全部それを次世代に回されるとで、だから政府の借金イコール国民の借金と思ってるわけです、ね、税金を払うのは全部その生身の人間やから、生身の人間に全部かかってくるんだと思ってるんですよ、ね。だから政府の債務が増えることは次世代に借金を積み増しすることだという思い込みが、で少子高齢化で現役世代が5人で1人の高齢者を支えていたのが、2人で1人、さらには1人で1人を支えなくてはならなくて、その
単に耐えられなくなって年金制度が破綻するという不安を現役世代は抱えていますということですね。だから全部その生身の人間がこの負担しなければいけないかのように思っているわけですね。しかしその実際は所得が増えれば負担も増やしてもらっても大丈夫ですけど、所得全然増えてないんだから、その保険料とか引き上げられる、もう払えないわけですね。でそれ払ってたら、それでその分その、所得が減るわけです。経済が停滞しますよね。だからそれやけどあかんわけです。で富が増えてないんやと仕方ないけど、富はどんどんその、省力化によってですね、自動機械に受け入れられることに生産性が向上して富は増えてるわけなんですけど、だからその分通貨を増やしてですね、政府の財源にして、で回していけば保険金のね、足らない分をそこから出していけば経済がちゃんと循環するわけ。ところが、まあ、先ほど言ったように共同幻想があって、富は全部その生身の人間が作り出すものやと思ってます。だからみんなで負担しないかんという考え方なんです。それから近代勤労社会の幻想というもの、根本はどこにあるか。そういう富をですね、全部生身の人間が生み出しているかのような幻想を持っているから、生身の人間が全部負担しなきゃいけないというので保険料が上がっていくわけなんですね。で高齢者の割合が増えたら、全部それは生身の人間が負担しなければいけないよと思ってるけど、自動機械が発展すれば生産性が伸びていくんだ、機械がちゃんと富を生み出してくれるから、人間がですね、負担しなくてもいいわけ。生身の人間が。ということなんですよね。でそれ分かってらは、あとは楽なんですけど、そう分かっていないもんですから、その税金が増えたり、保険料が上がって、これ仕方がないと、少子高齢化したから、そういう発想になっちゃう。つまり生身の人間だけが富を生み出しているという、固定観念があると。これは幻想なんだということですね。生産性がどんどん増えていったのは自動機械に置き換えていったからなんだと。だから機械が発展して富が増えてるわけなんですよ。だから人間がそれは人間の所得にそれが回ってるんだったら人間が払わなあかんけども。所得も張ってない人、むしろ減ってる人にその負担をしようとしてるわけですよね。これはもうとんでもない話ですね。間違ってるわけ。だから生身の人間だけが富を生んでんじゃないんだっていうことに目覚めなければいけないんですよ。ところが近代勤労社会というのはもう そういう幻想に基づいてるわけですね。生身の人間が富を生み価値を生んでいるという幻想に基づいている。それはもう幻想だっていうことに、まあ、気づかなければいけないんですけど、これなかなか気づかないということですね。しかしそうせえへん限り、それを気づいてですね、富が増えた分だけ通貨を、政府は通貨の発行権があるわけですから、通貨を出してですね、国債担保としてですね、やっていけばですね、十分ですね、経済はそれで循環できるようになるわけ。そういうことをですね、分かっていないわけなんですね。それは大いなる幻想を持っているから、生身の人間だけが富を、価値を生むっていう、ね、幻想を持っているから。政府は公共投資や企業の設備投資の補助金に財政を使います。
本来なら消費者にお金を回すはいいんですよ。まず消費しなければいけないんだから。富は増えてるんだけれども、その所得が減ってるから、だから減った人にお金回して消費 してもらわない。それを要選の、なぜ要選かというと、その減った人というのは仕事をできなくなったわけでしょ。仕事とか働いていない人にお金をやったら、働かなくてもお金がもらえる、働かなくても良いということにならないかと。そうしたら勤労によって世の中成り立っているのに、誰も働かなくなるからこの世の中は成り立たなくなると思ってるわけですね。だから会社の方に、つまり生産する、生産を増やす側にお金を回すわけです。だから生産が増えるから、富が増えるから、富を、その生産も増えるから雇用も増えるやろ。まあ、雇用増えたら所得も増えるから、景気が良くなって経済が循環できると思う、ね。ところが先に生産が増えるからデフレがひどくなるわけですよね。それで会社儲からなくなるから、当然その労働者にお金回らないわけですね。それに生産性を補助で技術革新に与えられると省力化がなお進んでいくわけやから、労働者にお金回らないわけですよね。だから結局あかんわけ、だから消費者に回していかなければいけない。脱労働者、労働者で亡くなった人にお金を回していかなきゃいけないわけです、それをしないからダメなんだということ。だから生身の人間だけが富を生むっていう、その、近代勤労社会の、間違った幻想あるわけですね。それは労働価値説、で、循環した形で理論化されたわけですね。特に資本論、マルクスの資本論ではそれが、まあ最大の、まあ、方法論になってるわけなんで、そこからですね、もう間違っていたわけなんですけど、まさか21世紀まで資本主義続くとマルクスは思ってなかったんで、その論理で搾取構造は説明しやすいからね、それでやってたわけ、まあ、そういうことでね、20世紀末から始まった第3次第4次産業革命は、省力が新たな産業でも初めから高いレベルで行われるので、雇用の増大は大して期待できないわけで、それが長期停滞の原因になっている。たとえ、あっても、あ、その雇用がね、たとえあっても非正規雇用、単純作業で間に合うようなものであるということでね。要するに、あまりも、だから、お金が出ないわけですね。単価が少ない。いいもんしか、なくなってきていると。つまり、そういう意味で、資本主義の雇用が回復して、一般の国民の所得が増えていくダイナミズムが失われているわけで、近代勤労社会は行き詰まっているわけですね。そういう意味で、20世紀末から、そういう傾向を見れるから、もう近代は終焉していると言えるかも分かりませんね。だから転換しなきゃいけないんですよ。堂々と働かない人、働かないから何もして寝てるわけじゃないから、人間生きてるわけやから、いろんな活動しますね。その活動に回せばいいのかね。そうしたら活動によっていろいろ消費が増えていきます。文化も発達していくから、で活動しようと思ったらいろいろ勉強しなければいけない。勉強するから科学技術も発達すると、そうしたら生産力も発達していくわけですね。そういうものが基礎にあるわけなんですよ、科学技術の基礎ね。ですから、別に働かない
でも生産を支えてるんです。雇用、雇われて働かなくてもね、社会的な活動をすることによって、学習をする、文化活動をする、スポーツをする、ね、ボランティア、いろんなことをすると。そういうことによって社会は支えられるわけですね。だからそっちにお金回していけば消費も増えるし生産も発達するわけ。だから雇用という形態から離れて人間の生き方っていうのは、まあ、でこれから脱労働社会化が不可逆的に進んでいってるわけ。それに合わせなければ、その合わせるときにさっきの言った近代勤労社会の幻想というのがあったら、そんなことしたら誰も働かなくてもいいと思って働かなくなるから社会の富とか全部崩壊するというふうに思うわけなんですね。そうじゃない、生身の人間だけが人間じゃないというか、働いてるんじゃないんだ。自動機械、まあ、機械も働いてるんだもともとなんですけど、そういうことですね。まあ昔からその、機械が技術革新で発展すれば失業者が増えてたわけですけど、そのことによってまた別の産業がいろいろ出てきて別の雇用場面が出てくるから、それでうまく循環できたんですけど、今やもう全ての産業で省力が進んでるんで雇用が増えないわけ、脱労働社会化が進化していくわけ。だからそのことを分かってないかんということを根本においてその生身の人間だけが働いている富を生んでいるわけではないんだっていうことを理解しなければいけないということですね。それで結局生身の人間だけが人間で、機械だとか道具だとか、まあ、環境自然とか人間じゃないと、人間の手段にしか過ぎないと、で主体だけがその富を生む、主体である生身の人間だけがっていう、まあ、そういう考え方はやっぱりもう間違っていたということ、幻想やったということですね。そうじゃなくて、機械も一緒になって機械の働きによって富が生み出されてたわけなんですよね。働きも生身の人間も一緒になって富を生み出していたわけですね。で20世紀になったら生身の人間は直接生産には関わらなくても良くなった、生産流通もね、消費だけで別の活動をしていればいいやんかということですね。それでも十分その活動がなければ経済発展しないわけ、だからその活動にも価値がある、経済的な価値があると、こう考えて労働価値プラス活動価値というふうに考えて経済循環を考えなければいけないということですよね。そういうような発想の転換をしなければいけないわけだ。だからそういう岐路に立っているわけですね。つまり人間というものを生身の人間だけで人間と捉えるんじゃなくて、機械や環境も含めた大いなる人間、包括的ヒューマニズムというんですけど、そういう人間観に転換しないことには思い切ったですね、改革はできないということですね。そういうことを言ってるわけ。だから21世紀は、まあ、そういう人間観の転換というのがどうしても必要だということを言ってるわけ、まあ、そういうことだよね。これがプロメテウスですね。この近代の名門を超える、ね、道示す松明掲げるプロメテウスよということでね。20世紀というか近代勤労社会の名門というものをはっきりさせてですね、人間をですね生産手段や環境的システムを含めて
捉え返す、包括的に捉え返すということによってね、新しい経済システムというものを構築していかなければいけない。その場合は社会的に有意義な活動に、対して報酬するという形で、分配をやっていけば経済が発展できるんじゃないかということを言ってるんですね。それで、まあ、先ほども言いましたように人間間の転換が必要ですから、人間を単なる生身の人間だけじゃなくて事物の知的性質だと捉えたのがパースである。まあ、講座がパースにもう一回学び直す必要がある。これ西田の場合は新しい人間のヒューマニズムということを言いまして、創造的世界の主体的エレメント、創造的世界、世界自体がもの、新しいものを生み出していくわけですね。それと一つにならなかった人間の主体というの、そのためには、勝手な個がというものを超えてですね、絶対無の境地で一つにならなければいけないということを西田は言ってるわけですね。だから我々はついつい自分の狭い立場とかそういうものにとらわれますよね。やっぱそれを乗り越えなあかんっていうのは西田哲学から学ぶところは非常に大きいと。ものとなって、ものの真実に行くと。ものとなって考え、ものとなっては。ものを包括した人間の立場だった。それはニーチェですよね。第4項ニーチェね。これはやっぱり、規制の価値を超えてですね、いかなければいけないわけ。規制の、その、生身の人間だけが富や価値を生んでいるっていう規制の価値観にとらわれていたんではダメやということですね。第5項は、このフロイトやお好み敬語に学んで21世紀人間というものはどういうものかということを考え直さなければいけない。で、イアスパースの歴史の起源と目標で、まあ、人類の歴史を2つの呼吸に表現したような、まあ、大きなスケールで人間の歴史を捉え直して21世紀っていうもの、新しい人間に対する根源的な問いを問う時代としてですね、捉え返す新たな通軸みたいなということでね、我々はつい生身の個々人だけを人間と考えていく、包括もっと自然環境的自然も含めた自動機械も含めた人間というものを捉え返しておかないといけないんじゃないかということですね。まあ、ハイデガーの場合は先ほど言いましたけど、存在者と存在の区別ということで、存在者にばっかりこだわっていたのはダメですね。その殻を破って、死を先駆的に決意してですね、歴史に自分を投棄していく。ものの規定性というのは、とらわれないで、存在の光に輝くというふうな、まあ、言い方ですけど、そういうこともやっぱりね、非常にこの参考になるということですよね。何でもこう枠にはめて捉えてはいけない。無限の可能性があるんで、どんどん挑戦していけ。大谷君みたいにね、ピッチャーばかりやってたらいいんじゃない。バッターとしても能力あるやないかと。二刀流やったら一番ね、活躍できるやないかというわけで、すごい活躍。ね、まあそういうことで。から第8は、ホト的世界観、昼間と渡るんですね。これもなかなかね、まあ、この人、
死んだ時悲しかったです、僕は。その死ぬ前に、ヤスパースの歴史の起源と目標について書いた本、書いてた論文がありまして、それを本にしたらどうかって広間さんに言われてね、で骨を折ってもらってたんですけど、病気やったんですよ、すごい癌やったんですね。ほんで死んでしまったんですよ。それを分からんでいろいろ手紙書いて、いろいろ頼んだりしたんですよね。それで、えらいことしたなと思いましたけど、死んでしまったんですよね。悲しかったです、すごい。まあ、それは置いといて、ものはことの盗作師だっていうのはちょっと言い過ぎやと思いますけど、やっぱものの集まり、ものの活動としても捉えるべきですけど、同時にそれはものはことの盗作、ことを、ことや事態の連続が、まあ、生の世界であって、それを対象、主観客観図式から対象化して捉えたときに物として見えるというわけですね。だからそれはそういう主観客観図式に置くことによってそう見えているだけだと、盗作やというふうな考え方で、ことの連続として世界を捉えろというわけです。でそこに、まあ、次から次に何を次を起こすかっていう感じで、非常にビビッドなね、物事の捉え方ね、発想の転換ができるでしょう。ね、相互を強調した。そこは素晴らしいですよ、ね。ただそれをやっぱ物の運動としても捉えておかなければいけない面ももちろんあったと思いますけど、その面は盗作やって言ったからね、ちょっとね、あれなんだけど。でもすごいです、この人は。ね、から、福山の歴史終焉論。まあ、歴史が終わらなかったんですけど、僕もその歴史の終わりに対して批判する本を書いたんですよ。歴史の危機って、ね、いや歴史はこれからが本格的だよって言って言ったんですけど、来週のね The Work of Nation、 これはまあ非常に大きな仕事だったんですね。だから現代資本主義論、現代というか21世紀の資本主義論の、まあ言ったらバイブルみたいな面もあるんですよ。日本みたいな面も。それで、まあそういうことでね、もうじゃあじっくりしゃべる時間ないから。で、ハンチントンの文明の書、ここはさっき言いました、もう飛ばしやね。で、ガブリエルですね。これはちょっと、世界は存在しないっていうね、けったいなことを言うなと思いましたけどね。世界は、まあ、あらゆるものを包括している、あらゆる意味の場の意味の場って言って、あらゆるものを包括するのは世界だと。でも、存在するということは、ある意味の場に現れることや。ということだよね。そうしたら、全部包括しているものがある意味の場に現れたら意味の場に包括されているから、あらゆるものを包括的なことじゃないかというわけでね、世界そういうのは5世の、まあ、限界ですよね。実際はあれでしょう、小さいものの中に世界宇宙を見るとか言いますよ。だから理性的に考えればそれはね、実際は乗り越えられてるんですよね。でもまあ、そういう論法を使うことによってガブリエルは、全体を包括している世界っていうのはないけども、その世界に に存在している意味の場が存在すること、その意味の中にいろんなものが現れて実在していることは、これはこの世界が存在しないということによって、逆にはっきりするやないかというんですよ、ね。で例えば魔法学校みたいな ありますやん、魔法学校って何忘れちゃった、イギリスのね、あれはまあ言ったら
そういうファンタジーの中に存在しているわけですね。でファンタジーというものが存在する我々の文学の中に、ね、存在することはこれは確実ですし、その中にファンタジーがあって、ファンタジーの中に、その魔法学校があることも確実ですよね。実在しているということでね、そういう意味で実在を捉えているんですね。だから実在の定義でも存在の定義でも、彼は自分でそうやってやることによって、与えているからそういうふうに言えるだけのことやと言えばそうなんですけれど、しかしそういうことによってね、よりリアルにその現象や幻想やいろんなことを情報がものすごく増えていて、その情報と我々は格闘しているわけですね。そういう場合にはもう情報の中にいろんなものが入っているわけで、単なる事物の集まりではないわけですね、世界はね。だからその幻想も含めて全部実在、ある意味での実在として、その意味の場の中での実在としてリアルに捉えて、それを処理していかなければ、現在からすると関係ないと言ってられないわけだからね。まあ、そういう意味では、ガブリエルの議論も大いに傾聴すべきであって、示唆に飛んでいるわけ。やっぱり21世紀の思想があるということを言えますよね。まあ、それをどのように我々が吸収すべきかどうか、もっと考えないと分かりませんけど、ね、そういうことで。こういういろんな議論を、踏まえてこれから考えていこうという、近代の幻想をね超えていこうということであります。それで これやねプロメテウスですね、近代の名門に対して松明を掲げるですね、道を指し示すだけど、そういう哲学、それが哲学の仕事やという、今は岐路に立ってんだっていう話なんですよ、ね。だからそういう名門を示してですね、それを克服する道を示すということをしないで、いろいろ哲学研究とか難しいとかいろいろ解説しててもそういう問題意識がなければ、ね、何のための哲学なんだって言いたいわけですね。今の時代においても、ね、もうこう停滞してですね、で苦しんでる人がたくさんいて困ってるわけですよね。あえいでいる環境問題でもね、どんどん熱くなっていくしね、こういう何とかすればいい。そのためにはやっぱりね、近代の名門をですね破っていかなければ解決しないわけですね。累積債務の問題でも何でもね、発想を変えれば、ね、今までの名門を取り払えば解決するんですよね。で経済も停滞から抜け出すことができるわけ。国際社会もですね、近代の要するに民族国家にとらわれない世界市民としての自覚をしっかりみんな持てばですね、乗り越えていけるわけですよ。そういうことを言いたいわけ。それを言うのが哲学やろうということでね。それで岐路に立つ哲学と言ってるわけなんです。よろしくお願いします。あれ。これこっちにあるな。終了。